二十四の瞳、十四の瞳、十四の瞳は、1954年、昭和29年に公開された、小竹大船撮影所制作、木下圭介監督、脚本、高峰秀子主演による日本映画である。日本が、第二次世界大戦を突き進んだ歴史のおにりに、いやおなく、飲み込まれていく、女性教師と生徒たちの苦難と悲劇を通して、 戦争の悲壮さを描いた作品である。1952年、昭和27年に発表された、坪井久志の小説、二十四の瞳が原作であり、この二年後映画が公開された。なお、1987年、昭和62年、浅間義隆監督により、再度映画化された。第二次世界大戦の終結から七年後、1952年、 昭和27年、この戦争が女性教師と生徒たちにもたらした数多くの苦難と悲劇を描いた原作24の瞳が発表された。映画はこの原作同様、1928年、昭和3年から1946年、昭和21年までの18年間を描いている。撮影は原作発表の翌年1953年。 昭和28年春から1954年、昭和29年春にかけて行われ、その年の9月に公開された。よって、原作者、監督、献脚本、カメラマン、美術、そして主演女優をはじめ、子役を除き、スタッフキャスト全員が、第二次世界大戦の戦時下を生きた人々である。言論の自由のない軍国主義を突き進んだ日本、そして、 敗戦によりそこから解放された日本、二つの時代の日本を行き、その空気感の違いを見をもって知るスタッフキャストたちにより制作され映画である。坪井久氏の原作では、その冒頭で舞台を瀬戸内海ベリの一間村としており、全ページを通じて一切舞台の具体的な地名は出てこない。しかし、この映画では原作者、 坪井久ひの故郷が香川県小豆島であることから物語の舞台を小豆島と設定しロケも同地で行われたそのためこの映画のヒット以降は24の瞳イコール小豆島というイメージが現在まで定着することとなったなお公開年のキネマ巡報ベスト10で同年公開の黒沢明監督作七人の侍を抑えて 1> 第1位となった、この映画、24の瞳は、1987年、昭和62年に、浅間義隆監督によりリメイクされた。脚本は1954年版と同じく、木下圭介であり、木下は、リメイク版公開の11年後、1998年、平成10年に他界した。小戸島には、この1987年版、十四の瞳、 映画撮影時のオープンセットを活用した二十四の瞳映画村がある。九百二十八年、昭和三年、大石先生は新人の女教師として、小戸島の三崎の文教場に赴任する。一年生十二人の子供たちの受け持ちとなり、田舎の古い監修に苦労しながらも、良い先生になろうとする大石先生。ある日、大石先生は、 子供のいたずらによる落とし穴に落ちて、アキレス腱を断裂、長期間学校を休んでしまうが、先生に会いたい一心の子供たちは遠い道のりを、泣きながら、見舞いに来てくれる。しばらくして、大石先生は本校に転勤する。その頃から、軍国主義の色濃くなり、不況も厳しくなって、登校を続けられない子供も出てくる。やがて、結婚した先生は、 文国教育は嫌だと退職してしまう。戦争が始まり、男の子の半数は戦死し、大石先生の夫も戦死してしまう。また、母親と末娘も相次いでよう去る。長かった苦しい戦争も終わり、大石先生はまた文教場に戻り、教鞭を取ることになる。教え子の中には、かつての教え子の子供もいた。その名前を読み上げるだけで泣いてしまう先生に、 子供たちは、泣き味噌先生とあだ名をつけた。そんな時、かつての教え子たちの同窓会が開かれる。その席で、戦争で失明した磯吉は一年生の時の記念写真を指さしながら、オリジナル版では指さす位置がずれ、涙を誘う全員の位置を示す。真、まあ、新しい自転車を送られ、大石先生は胸がいっぱいになり、涙が溢れてきた。その自転車に乗って、 大石先生は文教場に向かう。子役には一年生役とその後の成長した六年生役を選ぶにあたり、全国からよく似た兄弟、姉妹を募集。三千六百組七千二百人の子供たちの中から十二組二十四人が選ばれた。そして大人になってからの役者もその子供たちとよく似た役者を選んだ。これにより、 一年生から六年生へ、そして大人へと子役たちの自然な成長ぶりを演出している。撮影は学校休暇を中心に、1953年春から1954年春に及ぶ。24人は撮影終了後も、瞳の会と称して、時折同窓会を行い、木下監督の葬儀にも多くが参列した。なお、 1962年のリバイバル公開用に画面の上下をトリミングし、木下監督自ら再編集等に携わった、ワイド、ビスタビジョン版、約143分は、後に、以下の2つの形でソフト化された。2005年発売された DVD ボックス、木下圭介 DVD ボックス第1集の特典ディスク、及び2012年8月29日、 木下啓介監督生誕100年を記念して発売された本作のブルーレイディスク、同ディスク収録のオリジナル本編は2007年デジタルリマスター版を流用の映像特典としていずれも全編収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。